音楽配信とか大したことないんですか？それは何だろう、利益っていうことで言えば大したことはないっていうのは CD の方が全然良かったですよ。あ、うん、でもまあ音楽を聴く人が増えてくれればいいって思っていて、で LINE が入ってきてやっとどうにかこっち向いてやろうって言った時はもう Apple も Spotify もこっち来るって決まってて、うん、そっちと五分五分に戦うにはちょっと辛いもんがあるなと。やっぱなかなか世界コンテンツいかないっすよね。いかないね。その辺はどうなんですか？だからこう今韓国ネットフリックス今韓流が結構幅を利かせてるじゃないですか、うん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 、やっぱさ最初のワンステップワンホップステップのホップの部分がさ、日本の場合さ韓国みたいな政府がすごいお金出してくれるとかっていうのがないじゃん。映画とかもそうだし、うん、企業でかい企業あるでしょ、サムスンとか、うん、ああいうとこと組んでやったりするんですよ、うん、そこになんか政府がなんかバックアップしてくれるんですよ。同じようなこと言うじゃないですか、日本の政治家の皆さんに、うん、僕エンタメ分かりませんばっかです、そっちの世界分かりません。政府はなんか支援したいとか言うんだけど、うん、お金はじゃあいくら出してくれるんですかっつったら、うん、何億円かなみたいな感じで、うんうんうん、向こうは何千億だって。韓国がエンタメに対してそれ、まあ、税制なのか何なのか分かんないんだけど、援助してるのは間違いないですよ。でもね、ドラマのね制作能力が高いとか、うん、ウェブトゥーンみたいなのが元にあるとか言う、うん、言うけど、うん、普通に紙の漫画のレベルは高いわけですよ、うんうん、高いね正直、うん、でそこから名作ドラマとかいっぱいできてきてるんだけど、うんうん、かつ映像ってなった時に正直あーなんかちょっと水を開けられちゃったなみたいな感じってありません、うん、あるよ。あれなんでなんですか、うん、そのお金以外の部分で。やっぱりマインド的にさ、音楽も映画もそうだけど国内での需要がそんなにないじゃないですか、でかくないでしょ、うん、最初から外向いて作ってたんですよずっと、うん、もうここ20年ぐらい、うん、で日本のアーティストって大体海外に出ようと思っている人ってほとんどいないですよ。いないですね。でも韓国のアーティストってみんな最初から外に出ることしか考えない。シートのね、その前の席を高くするだけでファンを平等に見ないのかって言われちゃうんですよ。それでアーティストが引いちゃうんですよね。てかさ、アーティストのその VIP 席やりたくない問題は結構根深いですよね。根深いですね。だからもう新人の時からそういうもんだって教え込んでやっていく。ところから始めないとなんかなかなかそのなんていうんだっけ、席によって値段が違う、はい、あれもなんか難しいですよ日本は。そうだってそういうのやるだけでも批判されてたのがちょっとずつ変わってきてますね。はい、ちょっとずつ変わってます、うん、だってそうしないと儲けにくいもん。飛行機なんか別にあからさまにファーストビジネスエコノミーって金払ったらいい席じゃないですか。それがやるとなんかアーティストはなんか昔から応援してたのにみたいなことが多くて、アリーナ席全部同じ値段って変です、うん、でも変には変じゃん、全部後ろまで全部同じなんだもん。僕そんなに、じゃあ日本のアーティストの曲と海外でヒットしてる韓国の韓流のアーティストのその曲自体がそこまでクオリティが違うか、うんうんうん、そんなことはない。受けないかっていうと別に受けると思うんですよ。別にできなくはないです。全然サビがない曲でも日本人はいいのかみたいな、うん、それがやっぱあからさまに A メロ B メロサビが未だに続いてるわけですよ。それはやめられないんですか？やめられるよ別に。でも受けないよね一般受け、日本人には。日本人に受けなくてもいいんじゃないですか、うん、だから世界でやっていくんだったらもうそっちで行くっていうのもあるよね。あ、まあ、そもそもでも自分がさサビ A メロ B メロが好きだからね。じゃあなんでああいうそのスターって生まれてくるんですか？みんなだって歌みんな上手いじゃないですか、歌手の人、うん、どういういやなんか売れる売れないって何が違うんだろう。いや世の中が選んでるんでしょ。俺別に同じように推したってみんなが選ぶもんがそっち行っちゃったり、うんうん、まあ、流れだったりブームだったり、うんうん、時期だったりタイミングだったりですよ。まあ同じような言葉だけど。あと映像もね、最近映像は僕相当なんか差が出たなみたいな。どこと？韓国と。それはいい、まあ、負けてるとこでしょ、うんうん、完全に負けてるなと思う、うん、需要があればお金もかけれるしマーケットも広がるからさ。あとなんかイカゲーム面白かったっすよ、うんうん、その後俺ちょっと日本沈没を見てみたんですよ。やっぱなんか日本のなんか連ドラ風のちゃんと最後まで1話でなんか、うん、完結してんの。一応ちゃんと1話のオチがちゃんとオチが終わるんだけど、うんうんうん、韓流のもイカゲームとか、うん、絶対次見させる。とにかくそのハマらせることに関するもうなんか意欲がやばいっていうか、うん、それはねできなくないんですよ日本も、うん、だけど環境がないんですよ。週1回とかさ、うん、毎日放送するとかできないでしょ。でもネットになったらできるでしょ。アベマ TV とかでやる、うん、できるようになってると思う、うん、ただそういった日本のテレビの放送の枠組みとか、中国だったら毎日朝夜8時45分だけど、だからドラマ毎日とか何時だか忘れちゃったけど、うん、ずっと続くんですよ。でみんなハマっていくんですよ。でも日本だと週1回何曜日の何時っていう
例えば月9みたいな、うん、毎週1回でしょ、で12回で終わるんですよ。そのものしか作れないじゃん、うん、だから海外に売るフォーマットでまた全然違うんで、海外に売れないんですよ、うん、そのフォーマットじゃん、うん、もっと何十話とかなきゃダメだみたいな。で韓国と向こうにずんどん合わせちゃうから、うん、で日本は逆に音楽もそうだけどマーケットがあったからそっちでダウンがなっちゃったんですよ、うん、でそれやってたら抜かれちゃってる。そうか、やっぱだから結局国内マーケットが中途半端にあるっていうのが、そうなんですよね、やっぱその辺でしょうね、うん、そうなんです、実はそうなんです。だからガラパゴスになっちゃったんです、ね、ゲームとかだともうさ日本考えないでメタバースを、ね、向こう考えてるんですよ、はい、だからさ